デメトリウス・ラシャド・ピンダーは、バハマグランド・バハマ島出身の陸上競技選手。専門は短距離走200メートルと400メートルの室内バハマ記録保持者、300メートルの元バハマ記録保持者。2012年ロンドンオリンピック男子位400メートル、リレーの金メダリスト、同大会男子400メートルのファイナリストである。2011年3月12日、 全米学生室内選手権の男子400メートル決勝で45秒33の室内バハマ記録を受立。クリス・ブラウンが2006年にマークした45秒78を塗り替え、去年の優勝者であるトーリン・ローレンスに0秒63差で勝利し、屋外も含めた全米学生選手権の個人種目で初優勝を成し遂げた。 テキサス A&M 大学チームの2層を務めた男子4400メートルリレーは3分04秒24をマークしての2連覇に貢献し大会2冠を達成した2011年6月全米学生選手権の男子4400メートルリレーでテキサス A&M 大学チームの2層を務め3分00 秒62をマークしての2連覇に貢献した2012年1月28日、男子200メートルで20秒53の室内、バハマ記録を樹立し、ドミニク・デメリットが2004年にマークした20秒66を塗り替えると、6日後の2月3日には、自身の室内バハマ記録を20秒50に塗り替えた。二千十二年三月、初出場となったイスタンブール、世界室内選手権では、 男子400メートルの予選を全体1位となる46秒49、準決勝を唯一の45秒台となる45秒94で、それぞれ突破し、世界大会で初の決勝に進出した。迎えた決勝では、ネリー・ブレネスに次ぐ45秒34で2位に入り、世界大会で自身初のメダルとなる、銀メダルを獲得した。2012年8月、 オリンピックデビューとなったロンドンオリンピックでは男子400メートルの予選、準決勝、決勝のすべてで44秒台をマークして7位入賞を果たした。男子4400メートルリレーではバハマチームの2層を務めて金メダル獲得に貢献。この種目ではバハマ史上初の金メダル獲得となった。2013年4月クリス・ブラウン招待陸上の男子200メートルで ハムストリングスを負傷した。2014年7月16日、リエージ国際の男子300メートルで32秒05のバハマ記録を樹立した。記録欄のうちの数字は、風速で、タイは向かい風を意味する。ありがとうございます。